はい、皆さんこんにちは、なっちでございます。覚醒読み大人気ですね。動画で出してもすごい人気があって、今なかなかブームのねモンスターなんではないかと思います。試しにね僕も使ってみることにします。今回行くダンジョンはドラゴンラッシュなんですけど、デローグが闇吸収したら非常にめんどくさいんですよね。だからイザナミを入れて、耐えるという感じでございます。パーティーはよく分かんなかったんで、とりあえず 2way 持ってるやつを詰めてみました。はい。2体目のね、覚醒ハケがスキル前になったので、入れてみたのと、大国主ですね。威嚇と 2way があります。さあ、行きましょうか。光吸収してくれれば、多分あっという間に終わるんですけど、闇吸収したらもうダメだね。で僕もね初めて使うんでね、どんな感覚なのか分かんないのにいきなりドラゴンラッシュに連れてくっていうね、感じでございます。強化ドロップを含めて5個消しして、さらに6コンボ以上ね、7コンボだったかな最大が。きつくない？きつくないですか？ほらないもんドロップ。ほら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 、もう一旦で湧いてきたよこいつ。貼っとくか。よし、どうしましょうね。強化ドロップないんで今回適当にコンボするしかないってことか。でもこいつなんか変に減らしてゴッドヘルブレスとかでもされたらたまったもんじゃないんで、あんまり削りたくもないんですけど、落ち込みが来ちゃった。でも副属性で 6.25 だから大丈夫だね。 OK でこれが5個消しがあるっていう状態ね。そこでやってみましょう、一回。僕、カイトとかも使ったことないんで、ちょっとね、不安でしかない。どうしたらいいんだろう。固めたいな。右の方とかに固めたいですね。こう。こんな感じで。下手くそか。下手くそか。まあ、こんな感じですね、多分。で、これでどれぐらいの火力が出るのかっていう。おお強いな。フレンドがもう100万いきそうでしたね今で。降ってくるドロップは全部ドロップ強化なんで、シャングリラにねそんなに火力をぶち込む必要もないんですけど、最悪でってでじゃないんだよ。こうね上にまとめられたりする盤面は楽ですね。楽ですけど大丈夫か。基本的に6コンボにはなる。ただ7コンボいけるかいけないかっていうところの壁が大きい感じがありますね。さあこっから油断なりません。とりあえずドロップあるんで今回は消していきましょうか。右に寄せます。やっぱ寄せないとね難しい気がする。ちょっと待って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 火がブロックになってもうた。結果的に OK だった。結果的に火はすごかった。ブロックにしといてよかったな。これでかなりの火力出るんじゃないでしょうか。うわすごいワンパンですね。当たり前か。あんだけ落ち込んの家は当たり前か。ベイツールはちょっと貯めましょう。今5個消しできないんでこんなもんでよし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 。お、しかも固めやすい位置に来ましたね。ここで固めて、こっちで水ひ無謀でしたわ。おおすごい、水が落ち込んで弾けた。強いな。強すぎるだろう。いやこんなもんなのか。え誰だっけ。スリーディアか。スリーディア潰してくれたのか。スリーディアならよかったか。ハクさんはやっぱねボスで取っときたいし、読みもねなんか今じゃない気がするんで、とりあえずちょっとドロップ消します。闇が降ってきたんで痛いです。あれ6コンボはいけた。なんかあそうか、水が今目覚めてんですね。アイスエイジか。ちょ危ないよ。なんでそんなに火力出なかった。なんで今火力出なかった。あれまあいいや。ちょっとこれ消すと危ない気がするんでね、白使っちゃってもいい気がするけど、やっぱりまだ耐える。まだ耐えたい。やめて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 。大丈夫だよね。白使うか、おとなしく。使います。で、ドロップ強化になってるんで OK ですね。火が少ないな。火が少ねえな。2ウェイ組んどきましょう。2ウェイ組んで5個消しして、ここでサンドイッチ。どういうパズルしとんだっけ。回復サンドイッチが降ってきました。さあ、これで次が、デブだときついんじゃないの？デブだと大国コースじゃない？はい。期待通り出てきてくれましたね。白はやっぱ使いたくないんですよ。大国だな、これきっと。9個。盤面に闇が9個あるときに大国を使います。9個ありますね。使うか。いくぜ、大国。で、これでエンハンスするでしょ。で、読みで延長しとこう、不安だから。延長としても使えるからね。すごいキラキラしております。さあ行きましょう。5、4ですね。2ウェイ入れつつも倍率を出すっていう形でいきます。ちょっと水を下の方に。5秒延長なんでね。お弁当食べれるわ、長すぎて。あー、悔しい、悔しい、悔しさ。私には悔しさしかない。あー、しかも、落ちコン乗らず。あ、でも7コンボしてるから大丈夫か。よし。オッケー。さあ、光吸収してください。きた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 、恵まれとる。イザナミ貼って、一応吐く読み、イザナミ貼っとこう、先イザナミ貼って吐く読み。少な少な、なんでこういう時に変な陣出します？辛いですよ。まあ水とかで頑張れってことかな。水も一応5個消ししとこうが、念のためにね。もうちょっとなんとかできませんかね。まあまあまあ、悪くはないんだけど、悪くはないんだ。あ、死亡確定。強い強い強いっていうか、楽しいね。今までなかった感覚です、僕には。カイトとか使ったことないし、クリシュナとかもね、使ったことなかったんで。すごいね、ピュンピュンっていう、なんかネズミ花火みたいな音がね、すごい新鮮でした。みんな宝玉の方を見つめてどうしたんだい。みんな宝玉に向かい合ってどうしたんだい。みんなカメラ目線なんだけどね。ヘルヘイムとシャングリラのカメラ目線が特に面白い。チラッチラッチラッ。はい、ということで覚醒読みでございました。覚醒つく読みですね。パーティーがね、ちょっとよくわかんないんでね、まあ、今回こんなパーティーにも勝てましたけど、まあ、多分サツキとかがいるとね、また変わってくるんじゃないのかなと思います。今日のゴッドフェス引く予定なんで、まあ、サツキも引けたらいいなと思っております。以上、ナッチでございました。